こんにちは、MJWS 編集室です。今回の動画は、幻の未成線、熱海モノレールに関連する調査動画です。路線やルートの紹介ではありませんので、あらかじめご了承ください。熱海モノレールとは、1960年代に計画が存在した、小座型のモノレール路線計画。ご存知の方も多いとは思いますが、熱海駅前に位置する熱海第1ビルの地下4階には熱海モノレールの始発駅となるはずだったモノレール熱海駅、その空間が残されていると言われています。ただ実際にこの様子を見る手段はなく、現在も都市伝説といえる状況になっています。調査の結果を流す前に、ざっくりとですが熱海モノレールのルートについて紹介させていただきます。熱海第1ビルの地下に配置された熱海駅を出たモノレールルートは、このまま地下区間を海岸方向へ走行し、トンネル内を80パーミル近い下り勾配で駆け下ります。海岸線に出たルートはその後、大きく右カーブを描きながら海岸線に沿って進み、熱海ロープウェイ方向へ進んでいきます。モノレール計画立案当時は、現在砂浜となっている部分も完全に海上となっていましたので、モノレール駅用の桟橋を使用して地上へ出入りする予定だったようです。途中駅として銀座、公園前と会場に設置された駅を経由し、熱海モノレールは熱海港付近に到達します。以上、全4駅、営業距離 1.9km の短距離路線として熱海モノレールは計画されました。そして今回はこのルートのうち、さらに深掘りし、始発駅となるはずだった熱海モノレール熱海駅についての調査動画ということになります。この始発駅、ホームについては地下4階に存在しているというふうに説明しましたが、実際に大きな謎となっているのはこの入り口にあたる部分。地下ホーム以上に物理的データが存在しないのです。熱海モノレールの駅入り口については、駅ビルの中ではなく、このビルにつながる通路に作る予定であったのではないかというのが一般的に広まっている考えです。こちらがその地下通路。現在は外観上、駅の入り口があるような感じは全くなく、ただの地下通路になっています。この位置に駅入り口があったかどうかという考察は当サイトで紹介していますので、今回は割愛しますが、この入り口が本当にあるのかという点については、皆さんも少なからず興味があるのではないでしょうか。当室でも長年議論が続いているテーマですが、検証する方法がいくつか提案されていたため、これらを可能な範囲で試していこうというのが今回の内容です。検証を行うためには、それぞれに専門的な機械というか装置が必要なのですが、我々の計画を達成するためには最低値で5万円程度、エンドレスではあるものの最高で100万円程度が必要になります。総額では200万程度が見込まれますが、ホイホイと買い集めるわけにもいかないので、必要コストの安い順番に今後順次配備し、検証を行っていきたいと思っています。なお、熱海第1ビル内においてはテナント入居者やビル所有者との兼ね合いも生じてしまいますので、今回の企画はこの地下通路および反対側に位置するビルから外に出る通路に絞った企画としたいと思います。当室の撮影では通行人との接触がなきよう複数人で現地入りしています。現地を通行される際は十分な配慮を重ねてお願いいたします。それではシリーズものとなりますが、検証をスタートしましょう。今回の検証では、この第1弾としてサーモグラフィを用いた温度差の測定を実施しました。トンネル工学では、トンネルの壁内に空洞、つまり浮いた部分について
打音検査や赤外線砲を用いた温度差で確認したりしているそうです。ちなみに赤外線砲とは、測定対象を赤外線カメラで測定し、熱画像として表示することで、健全部と浮きのある部分の温度差と温度差の生じている範囲から浮きを検出する手法のことです。熱画像では、浮きがある場合はその背面に空気層が介在するために、健全部に比べて温度変化を受けやすく、表面の温度差として表示される変温部を特定できるというもの。気温とコンクリート部との差があれば、あるいは検出できるかもしれません。熱海モノレールの地下ホームへの入り口がこの地下通路にあったとするならば、後から改めて掘り直すということは考えにくいので、この奥に地下につながる空洞が隠れているのではないかと考えたわけです。うまくいけばこういう画像が取得できるかもしれません。もちろん業者さんが使うカメラというか、もはや検査機と呼ぶべきものかもしれませんが、これに比べると今回準備できたのは当方で購入できるような汎用的なものですので、期待できる結果ではないかもしれませんが、早速撮影してみましょう。地下通路の壁面に温度差が生じ、この辺りに地下通路があるのではというところが出れば、初回としては万々歳というイメージです。ちなみに今回購入をかけたのは、スマホに接続して使用するタイプのサーモグラフィで、フリアアシステムズさんのフリアアワンプロという測定部です。価格は5万円で購入しましたが、これより安価な商品も多く出回ってます。今回差異が出そうということになれば、さらに分解能や画素数の高い機材を導入したいと思ってます。ということで、今回は初段お試しということでいきたいと思います。ちなみに検索するとよく出てくるボッシュさんの赤外線サーモグラフィ GTC400C で、販売価格はおよそ12万円となっています。さあ、今回の5万円がなきものとなるのか否か、なかなか個人で試すのには勇気のいる価格だと思いますので、笑いながら見ていただければ幸いです。なお、順番が前後しましたが、熱海第1ビルの地下4階、つまりモノレール駅があるのではと言われている階層には、陶器場、空間が存在しているのは確定していますが、そこが駅ホームを想定した作りになっているかというのはまた別の話。さらに今回はこのホームに続く階段がこの壁の向こうにあるのかどうかという、さらに一歩下がった内容ですので、ご了承ください。なお、こちらが当室が想定している熱海モノレール始発駅の構造。駅ホーム自体は熱海第1ビルの地下4階に作ろうとしていましたが、その痕跡は地下3階までの間には確認できません。もっとも、今回はこのビルについては動画の対象外ですので、あくまで想定図面のみでの紹介です。さて、現在我々がいる位置は、熱海第1ビルより地下通路を介して地上に出た JR 熱海駅側の地下通路入り口。ここからサーモグラフィーを持ちながら地下通路を通過しながら撮影していきます。メイン画像には GoPro の動画を、左上にはサーモグラフィー画像を示しています。なお、サーモグラフィー画像にはジンバル機能がありませんので、凝視していると寄ってしまうかもしれません。合わせて当撮影は安全に配慮し、スタッフ複数名で周辺から状況を監視しています。現地へ向かわれる方はくれぐれも通行人にご注意ください。さて、画像は今回の対象区間となる地下通路に入りました。当室の想定では、この左の壁に地下ホームへの入り口を設けるはずだったと想定しています。もしこの左の壁の中に地下ホームへの入り口用の空間があったとするならば、微妙たるものかもしれませんが、温度変化が感知できるはずです。左手の壁を重点的に観察してみましょう。
JR 熱海駅側の階段を降りた地点からゆっくりと熱海第1ビル側へ進んでいきます。地上の熱を受けて天井がほんのり温まっていることと、照明器具部分が発熱していることがわかります。しかしながら壁面には温度変化は見られないようです。つまりこの画像では壁の奥にホームへの入り口となる空間があるのか否かは確認ができないようです。現在空間がある前提で撮影していますが、そもそもない可能性もあるわけで、この確認はまた別の方法を考えてはいます。なお壁面と床面の隅の部分が特に青く、つまり温度が低くなっていますが、これは雨水等が染みて吸熱していることに起因しています。現在設定を自動調整モードにしていますが、画像中最も低い箇所を表示させるモードでこの隅を見てみます。画像中青く表示されている部分が最も温度が低い箇所、雨水が染み込んでいる部分で吸熱が起きていることがわかりますね。ここまでざっくりと撮影してきましたが、クリアワンプロに限らずサーモグラフィーでは測定温度の温度範囲の調整ができるものがほとんどです。一旦温度範囲を任意範囲に設定し、かつ相対温度を把握できるよう最高温と最低温を表示する設定へ変更してみましょう。サーモグラフィの画面には合計で4つのポイントが表示されていますが、青い点が画像中の最低温度、赤い点が画像中の最高温度を示しています。先ほど説明したように最低温度は雨水が染み込んだ壁面と床面の隅を指していて、温度は22度 C 後半を示しています。対する最高温度は照明器具部分を示していて、温度は40度 C 前後を示しています。少し高すぎるような気がしますが、あくまで相対的なイメージとして見るのが正しいのでしょう。このサーモグラフィーを見る限り、広告用の掲示板が気持ち温度が高めとなっているようです。パネル部分が樹脂素材のため高くなっているのでしょうか。少なくともこのサーモグラフィーの測定では今回の目的は達成できないようです。ここで少し気になっているのが床面の温度。当室の想定ではこの床面にも空間があると予想しています。熱海第1ビルの奥行きは当時のモノレール車両3両編成をギリギリ収容できるサイズしかありません。よってこの地下道を建設する際にこの床面部にも空間を設け、車両が行き過ぎた場合の余力を持たせていると予想しています。壁面の温度差が検知できた際にはこの床面にも何らかの差異が見られるのではないかと思っていたのですが、先ほどの結果と同様、今回の測定ではこれを確認するのは難しそうですね。さてせっかくですので最後に地下通路側面に位置する通路を観察して撤収することとしましょう。こちらが側面通路のサーモグラフィーです。こちらはあくまで参考動画といったところでしょうか。こちらの側道も床面の隅に溜まった水分で吸熱が起きているようです。またこの先天井が荒れている場所がありましたが、雨水が染みて傷んでいるようです。天井部がひび割れているのがわかります。サーモグラフィーは本来こういった使い方をするのでしょう。地下通路を後にしビルの反対側へ移動します。地下通路は熱海第1ビルの地下1階と直接接続しているので、移動と言えるほどの距離はないに等しいです。ビルの反対側にはスロープで下っていくタイプの自動車用地下駐車場があり、地下2階に駐車場が位置しています。モノレール駅のホームは
階層的にこの駐車場の下の階層となる地下3階および4階部に存在していると推察されます。こちらが駐車場のスロープ部、モノレールの軌道部分は画像右手のこの位置の真下に眠っていると考えられます。さらに画像内に映っている4本の支柱のうち、右手の支柱が地下4階に位置するホーム部分に突き刺さっているものと推定されます。参考までに、奥手の室内が青黒く映っているのは室内にエアコンが効いている状態だからです。ドアの縁の部分が特に青黒く映っていて、冷気が外に漏れ出しているのがよくわかります。なお、モノレール駅は画像の2階層より下に位置していますので、ここでのサーモグラフィー画像に特に意味はありません。あくまで参考としてご覧ください。さて、ここまで熱海モノレールの駅入り口調査第1弾として一緒に巡ってきましたが、いかがでしたでしょうか。目の前にありながら、さまざまな理由で真相にたどり着けない熱海モノレールと地下ホーム、あるなし問題、そして入り口どこどこ問題。今回の調査企画もまだスタートに立ったばかり。ステップ2、ステップ3とその真実に少しでも近づいていけたらと思います。それでは今回の動画はここまで。いつもご視聴いただきありがとうございます。また機会ありましたらご覧いただけると幸いです。さようなら。